小大臣と小児重母子に、縁の深い岩清水、八幡宮花園左大臣家小大臣は、平安時代後期の女流家臣、四季部、大輔、菅原有長の娘。母は、三宮大臣、岩清水、別当後世の妻、小児重と岩清水別当、成木与の母、三宮小大臣、内大臣家小大臣とも呼ばれる。はじめ、母と共に、 御三条天皇の第三王子である三宮助人親王に出資、大臣の娘ということで小大臣と呼ばれる。後に三宮の子、源有人に出資する一方、後世の妻として小児獣を含む娘八人と成器を生んだ。歌人としては、旧安百種の作者に選ばれたほか、金曜和歌集以降の直線集に作品を残している。 なりきよが1156年頃に、親のもに服していたらしいことから、招待心の没年を、その前年あたりとする説がある。思いずや泣きなたつみは、うれいか力と原人心になりし昔を招待心など、いう、色好みの男のもとより得たる歌とても幸せは、せけるあまた聞こえしかどう忘れて覚えはべらずあぜちの、中納言とかいう人のおほやうなりも、 歌など使わ、しける帰りごとに招待し夏山の茂みが、舌の重い草ろ知らざりつ心書くとはなどを聞きはべりし、口説く歌などおかしく読みて、泉式部など一者のようにぞはべりし、今鏡不死は、ありがとうございます。